見破られるとは。おかしい。いつもは巫女姉さんですら説を見つけられないのに。え、説の尻尾出てたのか。緊張してたせいだ。忍術大大大失敗。説に何か用か。その志村屋に美味しい新料理があるらしい。八重堂に面白い娯楽小説があって、愛沙銭湯には気持ちいい温泉があるらしいぞ。それに今日の天気はとてもあれだ。何か用か。本当に何もない。眠たいから節はもう寝る。もう行くぞ。追っかけてくるな。どうせ追いつけないから。弱みをついてくるとは。主は巫女姉さんと同じように厄介だな。お願いだから見逃してくれ。よかろう。本当のことを教える。でもどんなに驚いても告げ口はしないと約束してくれ。節は週末版の忍者だということは知っているな。週末版の隠密部隊は上の者たちにとって都合の悪い仕事をするのだ。暗殺もそのうちの一つ。なぜ全く怖がらないのだ。こんな慎重だから暗殺を口にしても全く威圧感がないというのか。まあとにかく暗殺は恐ろしいことだ。主はもう少し怖がった方がいいと思う。命令の内容を見る限りそうだったが、説も主に何かするつもりは全くない。おかしい。説のところにそのような命令は来ないはずだ。なぜならいつもはもっと適任者がいるから。このことを気にするあまりぐっすり寝れなくなったゆえ主に会いに来た。そして何事もなく無事であった。めでたしだ。誤解されるのが怖かったんだ。もし主を暗殺しに来たと知られたら主がどんな反応をするか想像がつかない。結局主は全く怖がらず平然としていたからほっとした。誰を当たるつもりだ。シャブ業の人か。巫女姉さんは節の監視役として上から任命されたもの。少しでもサボろうとすると捕まえに来る。節の睡眠を妨害する専門家だ。でも彼女ならこの暗殺命令について知ってると思う。彼女のところに連れて行くことはできるが、節は距離を置いて隠れてる。もし節が近くにいることがバレたらきっとお説教してくるに違いない。そして罰としての強制労働を課せられる。そうなると寝る時間がますます少なくなってしまう。彼女は鋭いゆえ節と会ったことは決して言わないようにしてくれ。決して節を裏切るなよ。約束だぞ。あの子またどこか行ってしまったのですか。あら、こんなところでお会いできるとは思いませんでした。あなたが噂の旅人さんですよね。お会いできて光栄です。はい、上里お嬢様から聞いた通りのお方で人違いではなさそうですね。私に何かご用でしょうか。
はい、私はサユという子を探しています。その子は忍者で、私が目を離すとすぐ消えてしまうんです。いつも仕事をサボる子でして、ここはサユがよく居眠りする場所です。私が来ることを察知して前もって逃げたのでしょう。何か心当たりはありませんか？その子はとても特徴的なムジナに似た服を着ています。あ、そうですか、わかりました。では私は引き続きサユを探そうと思います。え、そんなはずは。誰から聞いたのですか？それともその任務についている忍者と会ったのでしょうか？でしたらきっと考えすぎだと思いますので、安心していいと思いますよ。あなたはシャブ業に協力したことがあるお方。忍者を手配してまであなたに危害を加えようとする人なんていません。サユ？もしかしてその暗殺の件、あの子と関係があるのですか？それなら心配いりません。忍者にとって大切なのは忠誠心ですので、勝手な行動はしないはず。たとえサユみたいな常にサボり命令を無視しがちな忍者でも、その原則には反しません。もちろんあの子はまだ若いので、そのような重い仕事を任せることもありません。どうしました？まだ気になさっているのですか？では念のためシャブ業に行ってこの件について確認してみましょう。私は神社の巫女ですが、週末版の仕事も掛け持ちしているので、これも私の責務です。では私に任せてください。そのようなとんでもない噂がどうして流れてきたのか、私も興味がありますからね。しかし私の勘では、おそらくサユが何か誤解を招くようなことをしたのではないかと。本当にサユに会っていないのですよね？サユ、見つけましたよ。出てきなさい。逃げても無駄です。早くこっちへ。サイはそのような命令を受けているなんて、私にはそういった覚えがないのですが。ごめんなさい、先ほどはこの件を少し軽く見ていました。シャブ業でこの命令のことをきちんと確認しますので、私にお任せください。じゃあもう切に用はないな。サユ。はい。私に捕まったのにまだ逃げようとするのですか？私と鎮守の森に戻って忍術修行を続けましょう。優秀な忍者は規則正しい生活を送る必要がある。今は寝る時間だからおやすみなさい。鎮守の森まで引きずるのでも私は構いませんけど。ごめんなさい、言うこと聞くからお仕置きはやめて。主もついてきてくれるか？そう面倒なことじゃない。ただ主の時間を少し借りたいだけ。主を巫女姉さんのところに連れてきてあげたんだ。今回は主がお返しする番だ。まったくもう、変な企みは厳禁ですよ。ここにしましょう。私はシャブ業に行って暗殺の件を確認してきます。その間サユを見張っておいてください。サユ、先に準備運動をしておきなさい。
いつも私に迷惑をかけていますけど、彼には迷惑をかけないように。わかった。ニコ姉さん行っちゃった。節の仕事なくなった。えへっ。主に協力してもらいたいとは思ってたけど、そんなすぐ暴かれるとは。ニコ姉さんはすごいんだ。彼女が節の痕跡を見つければ、節一人では逃げられなくなってしまう。主が凄腕なのは知っている。だから、主なら節を手伝えるはずだ。節を見捨てる気なのか？今主の目の前で繰り広げられているのは、残酷な強制労働を課す事件だぞ。節は十分な睡眠をとり、健康に育つために抵抗している。そのためにサボるのは正当なことだ。へへ。ならば睡眠のさまざまな効果を説明しないとならない。睡眠は体力を回復させるし、頭がすっきりする。暇つぶしにもなるし、さらには悩みから逃げることもできるのだ。しかも寝ると身長が伸びるらしい。たくさん寝れば背が高くなる。他の忍者たちは高い木に飛び上がって簡単に果物を取ることができる。それも全部背が高いおかげだ。同世代の忍者たちはみんな背が伸びているのに、節は背が低いまま。師匠は身長が伸びるのは子供だけだ、子供のうちに努力しないと手遅れになると言ってた。当たり前だ。主も起きている時に急に背が伸びた人を見たことないだろ。そうだな、ちゃんと考えてみると確かにその通りだ。ダメダメ、このままでは主に説得されてしまう。節はただ寝るのが好きなだけだ。もう眠くて仕方がない。うむ、最初の頃は早く背が伸びてほしいと思ってただけだったのだが、毎日のように寝ていたらだんだんと眠くなりやすい体質になってしまった。今は起きていてもぼーっとしていて、仕事する気が全く起きないのだ。どうしたらいいのか教えてくれないか。最近寝る時間は増えてるのに身長が伸びなくなってきた気がする。起きた状態で身長を伸ばす方法があるのか。なるほど、理にかなっているな。少し食べただけでお腹いっぱいになるから、大人と比べると全然だ。それに主食となるような料理よりも果物の方が好きかも。わかったぞ。十分な栄養を取らないと背が伸びないんだ。強い武士たちはきっとたくさん食べてる。すっごく参考になるぞ。へへ、それもそうだな。じゃあ早速城内に行って何か食べよう。彼女が帰ってきたらどこにも行けなくなる。だから今が好機だ。ここはいい匂いがする。たとえ眠ってもこの香りで起きてしまいそうだ。君の魅了亭いらっしゃい。
今日は何を食べに来たの？そうだな、四川おでん、マグロの握り寿司、三色団子、そして串焼き三種、全部いただくぞ。時間が惜しい、ゆっくりしている場合じゃないのだ。もし食べても身長が伸びなかったら、また他の方法を試す時間が必要だから。背を伸ばすことについてならずっとやる気が続くのだ。眠気も乗り越えられるぐらいにな。それに一度にこれだけの量を食べたことがないから、節の限界がどの程度なのかも試してみたい。もしお腹いっぱいになったら主にお願いし、いや、ダメダメ、まだ始まってもないのに諦めるなんて。必ず食べきるぞ。やった、感謝するぞ。食べ物は無駄にしたくないからな。これらの料理を全部食べたら急に背が伸びるのではないか。例えば手のひら一つ分くらい一気に伸びたり。そうだな、じゃあとりあえず頑張って食べてみる。身長はまたその後だ。なんとか。ただ少し動きづらい。でも背が伸びた感じはしないぞ。それよりも横向きに背が伸びた感じがする。でももしこれが身長を伸ばすための代償なら、節は耐えてみせる。団子をもう一人前。団子、団子、団子がお腹の中で踊ってる。団子はとても恐ろしい。そんな、身長を伸ばすのは難しい。他に何か方法があるのか？食べることがこんなに苦しいだなんて。あ、節は運動についても知ってるぞ。なるほど。そういえば週末版の背の高い大人たちはみんな普段から忍術の訓練をしてて、高難易度の任務をこなしているらしい。いや、そんなことないぞ。強いて言うなら睡眠と運動の割合が偏ってるだけ。だって眠い時間の方が元気な時間よりも長いから仕方のないことだ。わかった。節も頑張って主と一緒に運動する。それが冒険だろうが戦いだろうが構わない。すみません、あなたたち冒険者協会へ依頼を受けに行くの？じゃあ私の悩みを聞いてくれないかな。ここ最近食材を買いに行くとき必ずと言っていいほど宝刀団に遭遇するの。なんだかうちの店を狙っているみたいなんだ。このままだと仕事に影響が出るから、先日キャサリンに話して冒険者協会に依頼を出したの。依頼を探してるのなら手伝ってくれないかな。悪党がいるなら節の忍術でやっつけてやるぞ。ありがとう。それじゃあそいつらの活動場所を教えるね。やっぱり宝刀団がいるぞ。
まだ動きづらいけど、まあいい、行こう。最後だ。えい。どうしてこんなことに。いや、このひどいやつが突進してきたのだ。さっき刹が倒したというのに。それで後ろにかわしたら、背の高いそいつは手を乱暴に伸ばし、刹の頭に触れた。もうおしまいだ。今までの努力が台無しになった。あいつは刹の掟を破った。身長を伸ばしたいものは頭を触られてはいけないのに。当然のことだ。普段は誰にも頭を触らせはしない。もし触られたら、それを取り戻すのにどれだけ寝て、どれだけ食べて、どれだけ運動する必要があると思う。でもやる気はそがれる。うぅ、主は慰めてくれているんだろう。刹にはわかる。ありがとう。頭を触られたのはとても不愉快だが、起きたことはもう仕方がない。はぁ、背が伸びないなんてもうダメだ。今日は背を伸ばせない日なのだ。ごめん、少し気分が。主を巻き込みたくないから、刹は早めに帰る。帰って巫女姉さんに叱られてくる。そうだな、刹は気分を切り替えてくる。刹が焦りすぎたせいで神様に罰を下された。本当に大丈夫。方法とかじゃなくて、刹の考え方が間違っていたのかもしれない。このまま続けても主の時間を無駄にするだけだ。背が伸びた感覚？あ、それこそ刹が望んでる感覚だ。刹も高いところに触れたり、遠くを見たりできるかな。主に感謝する。途中びっくりしたぞ。刹を神里家か神社に連れて行くのかと思った。この場所は確かに見晴らしがいい。このような高いところに来ると気分も少し良くなってくる。大したことではないが、例えば森で果実を取るとき、木に登ったり飛び跳ねたり踏み台を使ったりせずに済むだけで、刹は幸せなのだ。それと、普段は怖くていけないような水深の深いところを泳ぐ。短い足がそこに届かないせいでからかわれなければそれで十分。あとは、ふい、もっとたくさん食べられるようになる。今のように食べ物を無駄にしたくない。ふい、そしてもっと自由な人になる。そうすれば保護者もいらなくなって二度と巫女姉さんに捕まらなくなる。それから一人でいろんな場所に行って修行したり、好きな場所に行って好きな場所で寝たりする。でもその頃にはもうしょっちゅう睡眠をとる必要もないのか。そうだ、主は忍術を使える人と一緒に冒険したいか？ほら、やっぱり刹の身長で判断してる。その時になったら
節の方が背が高くなってるかもしれないぞ。背が伸びたら主に心配をかけなくて済むのだ。うん、だいぶ良くなった。ありがとう。また高いところに来たい。高いところは実に素晴らしい。え？どういう意味だ？そうだが、何をする気なのだ？ん？え？うわ！